こんにちは、よろじいです。ですね、やっと家のですね最終段階に来ました。とドーム周りをですねどういうふうにするかっていうことでもって結構、悩みまして、まあ来る日も来る日も考えてたもんですから、途中でもう、体調が悪くなってしまいまして、もうどうしていいかっていうような感じだったんですけどね、なんとか考えがまとまりました。まあ、今の時点でどういうふうにするかっていうのはまだちょっと失敗をするというふうなこともありますんで、順次その動画の中で話をしていきたいと思ってます。それでは始めることにします。まずはですね、いつもの通り2x4 をですね、横に幅半にしてですね、で25ミリの厚さに、調整した、材料をですね、角度に今度はちょっと切っていきます。これが合板で作った、リングのですね上に乗っかるベースになります。これはリング自体を1200、あるんですね、径が。実際にドームっていうのは、1000しかないんで、そのリングよりも、小さくなってるんですね。でそこに、合わせるために1200のリングよりも幅をもうちょっとこう縮めて、使えるようにベースで調整するために、これから今そのベースを加工します。今ですね、クロスカットソーで、こういったパーツを作りました。これはですね、これから、まあ、リングに合わせて円形に切るその、ベースになるパーツですけど、これここの部分が72度あります。これをですね10ピース、つなげまして、最後に、円形にテンプレートを使ってカットして、で、とりあえず、ベースになるものを作ります。